の夜に、明かりかりを並べる女性たちディーワーリーの祭りで、明かりが灯されたディア・ディーワーリーに飾られたランゴーリーと、ディア・ディーワーリー、または、d w リーは、インドのヒンドゥー教のお祝いである。別名、光のフェスティバルとも呼ばれ、ヒンドゥー歴のカールティカ月の新月の夜に5日間、かけて祝われる。ディーワーリーの時期になると、祭りに向けて、自宅や職場の掃除や回収を行い、 ディアやランゴーリーで装飾を行う。ジャイナ教では同じ日を、カイソ・マハービーラがニルバーナを得た日として祝う。シンガポールやスリランカでは祝日になっている。この日は、ヒンドゥー教の女神、ラクシュミーをお祝いする。ディーワーリーの期間中は買い物をすると縁起が良いとされ、特に耐久消費財の需要が伸長する。自動車、加減業界などでは、この時期を書き入れ時として、 販売に力を入れる。2013年の d ワーリーは11月1日から6日まで実施され、この期間、郵便局や会社は休みとなる。年々、各地で華やかな伝統が登場し、派手な飾り立てを行われることが有名となっているが、本来は素焼きの器に火を灯す行事であった。インドのニューデリーでも、 例年大量の爆竹や花火を使用した祝祭が行われてきたが、その煙が2010年代以降深刻化した都市の大気汚染の一因として問題視されるようになった。2016年と2017年、インド最高裁判所は首都ニューデリーでディーワーリー前の爆竹の販売を禁止する判断を下した。この決定に抗議したり、市外や密外業者から花火を購入したりする、 ニューデリー市民もいる。ありがとうございます。